バージニア州、ラングレーの CIA 本部にあるクリプトス・クリプトスは、アメリカ合衆国の芸術家ジム・サンボーンの彫刻作品であり、バージニア州、ラングレーの中央情報局本部に置かれている。1990年11月3日の落成以降、反面に打ち抜かれた暗号文の意味について、多くの推測が行われている。四つの面のうち、三面まではすでに解読され、 残りの四つ目の面の暗号が世界的に有名な未解読暗号の一つとなっている。彫刻の主な部分は赤色と緑色の年番岩、白色の水晶、軽科目、自鉄工、銅からできており、新しい CIA 本部ビルの北西角、カフェテリアの外に建てられている。クリプトスという名前はギリシア語で隠すという意味の単語から来ていて、 この彫刻のテーマは情報収集である。一番の特徴は巻物もしくはコンピュータのプリンタから排出される一辺の紙を思わせる大きな S 字型の直立する銅のスクリーンであり暗号化された文章を構成する文字列で覆われている。文字列は標準的な26文字のアルファベットとクエスチョンマークで構成されている。この 碑文は四つの別々の不可解なメッセージを表し、そのうちの三つはすでに解かれている。クリプトスの他にも、三本は CIA 式地内にいくつかの作品を収めている。例えば大きな花崗岩の板を銅の板で挟んだものが新しい本部の玄関外に置かれている。銅板にはいくつかのモールス信号が刻まれ、板の一つにはラシン図が描かれている。 この作品の費用は25万ドルであった。左右対称型である彫刻本体は左右上下の4つのパートに分かれており、左側の上下に869文字から構成される暗号文が打ち抜かれている。なお、2006年4月にサンボーンは心理的な理由から左右のバランスを取るために左側の1文字を意図的に省略していると発表した。 これを合わせると合計の文字数は870文字となる。右側の上下には、スペースまで入れると869文字で構成された多標式暗号の一種であるビジュネル暗号の開示表が書かれている。この表の左端が N で始まる行のみ、他の行より1文字多く L の文字で終わっている。このポイントが4番目の暗号を解くためのヒントでは、 ないかとの意見があるただし、サンボーンが販売しているクリプトスの縮小モデルでは、この余分の一文字は省略されており、あまり重要な意味のあるものではないのではないかという考えが大勢である。サンボーンは元 CIA 暗号センター長のエドシャイトと共に彫刻に掘られる暗号システムを考えた。サンボーンは、 この彫刻の謎の中にさらに謎があり、それは4つの暗号文章が解かれた時にのみ解くことができると明かしている。また彼は当時の CIA 長官、ウィリアム・ウェブスターに暗号の回答を渡してあると語っている。ただしサンボー本はウェブスターに完全な回答を渡したわけではないと語っている。しかしサンボー本は第2部で 誰が正確な場所を知っているか ?ww だけだと記されている。サンボーンはまた、暗号の完全な回答が明らかになる前に彼自身が死亡した場合でも、誰かが正解を確かめられるようにしてあると確約した。1999年に最初の3つの暗号を解読したと、初めて世間に公表したのは、南カリフォルニアのコンピュータ科学者である、 ジェームズ・ギログリーで760文字を解読した。彼が解読できなかった97、98文字は政府自身の暗号分析においても悩んでいたのと同じ部分だった。ギログリーの公表後、CIA 分析官のデビッド・スタインが 同じ部分を1998年に鉛筆と紙だけで解読していたが、その時点ではその情報は CIA 内に止めていたことを公表した。アメリカ国家安全保障局も、ケンミラーが率いるデニス・マクダニエルズその他2名からなる、チームが1992年末にコンピュータを用いて、第1部から第3部までを解読していたが、2005年まで、 その詳細を公表してこなかったと主張した。しかし、どちらも第4部については未だ回答を得ていない。以下は、第1部から第3部の暗号の解読法である。現状では、暗号の中にミススペリングも含まれている。K1 と K2 は、ビジュネル暗号を用いたアルファベットの開示式暗号で、K3 は、点知識暗号である。 第4部の暗号方式は、まだ分かっていない。彫刻右側に書かれた、ビジュネル暗号表をそのまま用いても K1、K2 は解読できない。この暗号表の最上段と最下段及び左端は、表本体ではなく、参照用インデックスを表し、アブクデフガウクムナプクスツーベザイズの順になって、いるが、このインデックスの並びを暗号表本体の第1行の、 クリプトサブクデフギージェレメンクブズに変えたものが、正しい暗号表となっている。クリプトサブクデフギージェレメンクブズ。K クリプトサブクデフギージェレメンクブズ。R リプトサブクデフギージェレメンクブスク。Y イプタザブクデフギージェレメンクブスク。P タザブクデフギージェレメンクブスクリーン。T トーサーベクデフギージェレメンクベスクリプ。O アジブクデフギージェレメンクベスクリプト。 S サブクデフギージェレメンクブスクリプト。A ブクデフギージェレメンクブスクリプトス。B ブクデフギージェレメンクブスクリプトサ。C クデフギージェレメンクブスクリプトサブ。D ディフギージェレメンクブスクリプトサビシン。E エフギージェレメンクブスクリプトサブクド。F エフギージェレメンクブスクリプトサブクド。G ギージェレメンクブスクリプトサブクギジェレメンクブスクリプトサブクデフ。H ハイジェレメンクブスクリプトサブクデフ。ジン。 I イジェレメンクブスクリプトサブクデフグ。J ジェレメンクブスクリプトサブクデフギー。L エレメンクブスクリプトサブクデフギージュ。M クブスクリプトサブクデフギージャル。N ナクブスクリプトサブクデフギージャム。Q クベスクリプトサブクデフギージャム。U ユブスクリプトサブクデフギージェレメンク。V ベスクリプトサブクデフギージェレメンク。W ホスクリプトサブクデフギージェレメンク。 X 図ス,スクリプトサブクデフギージェレメンクビュー Z 図クリプトサブクデフギージェレメンクブックスクリプトサブクデフギージェレメンクブズイマフフツールルファクシジルクランフィブジイクトククスクバクビューアユブルトラバギカエックや DMF ドビトウィンサトルシェーディングザアンドザーブセンスオブライトライズザニュアンスオブエクルージョン暗号化の際にスペースは無視されるので解読文のスペースは 後で適当に入れたものである。暗号文最初の文字は E であり、鍵文字列の最初の文字は P である。上の暗号表の最上段のインデックスが P の列を見て E の文字を探し、その左端のインデックスの文字を見ると B であり、これが解読文の最初の文字である。暗号文2番目の文字は M であり、鍵文字列2番目の文字は A である。 同様に左端のインデックスの文字を見るといいである。以下同様に解読し、鍵文字列が最後に達したら、鍵文字列は最初の文字に戻って解読作業を続ける。解読文の最後の単語エクルージョンは、イリュージョンのミススペリングと考えられているが、意図的なもので何らかのヒントではないかとの推測もある。 IT was totally invisible how is that possible? They used the earth's magnetic field.X the information was gathered and transmitted.Underground to an unknown location.X those langly know about t h i s t h e should ITS buried out there.Somewhere.X who knows the. a グザクトロケーションオンリー WWThis was his last message.X38°57‐6.5 seconds north 77°8 minutes 40, 4 seconds west.X レイヤー2暗号化の際にスペースは無視されるので解読文のスペースは後で適当に入れたものである。 平文のクエスチョンマークはそのまま、暗号文に出力される。エンディアロンリアクタオイビディッシュナイア。チツンレッドスルノズノスムアワクスグネ。トゥタングンラープスルナルビエルピアヤッキー。エクドマライファイムネルストゥルブドヒュー。ステップ1時14分行24列のマス目の、表を用意し、暗号文を順に埋めていく。暗号文最後のクエスチョンマークは削除する。 これで、表は、過不足なくすべてのマスが埋められる。この表を、マトリックス1とする。表の最初の3行は、次のようになる。エンディアロンリーアクトアイビー、ディシュネアッチトンレードする。ノーズノスムアーワナトン群。ステップ2、マトリックス1を左に90度回転し24行14列の、表とする。これを、マトリックス2とする。 表の最初の3行は次のようになる。イルンテースタス Q。ブレーバロイ。イジーワントンセリオ。ステップ3時42分行8列のマス目の表を用意し、マトリックス2の文字を順に転記する。この表をマトリックス3とする。表の最初の数行は次のようになる。イルタス。タスクブル。ハバハロ。イヒジョット。ントンルスル。ステップ4。 マトリックス3を左に90度回転し8行42列の表とする。これをマトリックス4とする。これが解読文である。表の最初の3行は次のようになる。スローライドスピラトリスローリーセラメインサーフパスセージド。エブリスタインカンバードチュラワーパルトフセドルはイワーズリムーブドイストレンブリングハンドサイマデアチニバー。 マトリックス4の文字列に適当にスペースを挿入し、最後にクエスチョンマークを付加すると次の解読文となる。スローリーディスピラトリー、スローリーザリメインズオブパッセージデブリスザット、インカンバードザロアパートオブザドアウェイワズリムーブドウィズ、トレンブリングハンズ、アイメイド、エータイニーブリーチインザアッパーレフトハンドコーナー&アンド、ゼンワイドニングザ。ホール、エーリトルアイ、 insert it the candle and pierd, in the hot air escaping from the chamber caused the, frame to flicker but presently, details of the room within emerged from the mist, x can you see anything queue? これは、ハワード・カーターが1922年11月26日に、ツタンカーメンの墓に入った時の様子を描いた、1923年の、 著書ザトゥームオブトゥッテンコモンからの引用の意訳でミススペルが含まれている。最後の疑問文キャンニューシーエニシングはジョージ・ハーバートによるものでカーターはよく知られているようにワンダフルシングスと返答している。1922年11月26日の実際のフィールドノートでは彼はイエス、イットイズワンダフルと答えている。 解読文中の2番目の単語ディスピラトリーは、デスペラートリーのミススペリングと考えられているが、意図的なもので、何らかのヒントではないかとの推測もある。OBKR ユ機キソグハルブザリフブファーベジャテキイクタンクスノースイーストステキスクセクズーティクルディアウィンフブニップビトバーリングズフプククロックワグドクセクスチュジェーシダイクワユーカール。OBKR ユ機キソグハルブザリフビュー イースト、ノースイースト、オー、ツテキースクセクズーティクルディアウィンフブ、バーリン、クロックホグドクセクスチュジェーシダイク言ワユーカール。K4 暗号はまだ解読されていないが、2003年に設立されたオンライン解読チームクリプトスグループでは、2000人以上のメンバーが協力して、熱心に解読を試みている。ー本は、最初の3つの暗号に、 最後の暗号を解くヒントが隠されていると述べている。ヒントから推測すると文字数は解読前の暗号と解読後で同じ文字数だということがわかる。クリプトスは三本にとって暗号を扱った初めての作品である。しかしクリプトスの発表後には暗号やその他の文学を扱ったいくつかの作品を制作している。その中には ハーシュホーン博物館と彫刻の庭にあるアンチポデスや個人の収集家に販売されたユナイテッド・クリプト・スピース、ロシア語の暗号を扱ったキリル文字プロジェクター等がある。キリル文字プロジェクターとアンチポデスの暗号のロシア語部分は2003年に異論家ダニンが先頭に立って研究を進めてそれぞれフランクコア、 マイク・バールズによって解読され、他人がロシア語からの翻訳を行った。ダン・ブラウンのベストセラー小説、ダビンチコードのアメリカ版カバーに、クリプトスに関する二つの言及が含まれる。理面には、第二部に記述のある座標形が引用されていたが、一度ずれていた。ブラウンと彼の出版社がこのことについて尋ねられると、彼らは、そのずれは、意図的なものだと同じ返答をした。 また、やはり第2部に現れるオンリー WW ノーズという言葉も隠されている。クリプトスは、ダン・ブラウンの2009年の小説、ロストシンボルのテーマにもなっている。アメリカのヘビーメタルバンドである、Between the b u r i e d and Me は2009年のアルバム The Great m i s d Direct に収録されている、Abfiscation という曲の中で、クリプトスについて言及している。ありがとうございます。